今日はえらいごちそうやけど、今日はおうち居酒屋がやりたくて居酒屋メニューを作りました。おうち居酒屋、うん、やってみたかってずっと。イエーイイエーイ。なんか鳥貴族の、うん、貴族焼き、うん、でっかいの、うん、食べたいなって思って、でも、うん、居酒屋行かへんから、うん、酒飲まへんもんな、うん、そうそうな、焼き鳥とつくねとな、そう、ちょっとエビとエビの唐揚げ、焼き鳥、塩タレ、つくね、卵、ウインナー、あの鳥貴にあるやつ、山芋のやつか、そうそう、とろろ焼き、うまいやつな、うん、でキャベツな、キャベツ、よし食おう、行きましょう、いただきます、いただきます、乾杯、乾杯お茶飲まれへんから、麦茶、麦茶です、可愛いですよ。あー美味しい、美味しい、キャベツ食べてあの健康的キャベツからまずはな、野菜を入れて、うん、いただきます、うん、美味しい、うんうん、濃い、居酒屋のごま油のやつ、うんうんうん、うんうん、塩、うんうんうん、じゃあ僕はタレから、うん、タレうまっ、おいしいな、これはなんか自分で串と鶏もも肉とネギを買って自分で刺して作ろうかなと思ったけど、お肉売り場に焼くだけの焼き鳥売ってたからそれにした。誘惑に負けた、うん、2割引きやったし、そっちの方が安かった2割引きやったな、うん、買うわな。じゃあ次はこの大量にあるエビ、うんうん、どう、うん、美味しい、これはめっちゃ味濃いと思うけど、味めっちゃある、うん、おいしい、これ皮ごといけるエビやね、うんうん、冷凍の、うんうん、おいしいわ、うん、うん、うまっ、もうこんだけ作ったさすがに疲れた、洗い物が大変メニュー数がな、うん、こんな作ることない、7品いつもと段違い、1,2,3,4,5,6、あ、8個、8品か、ありがとう、うん、うん、で、ウインナー、うん、シャウエッセン、シャウエッセン、うん、美味しい、安定のうまさ。居酒屋行ったらこれ絶対食べるみたいなある？居酒屋自体ほんまに1年に1回も行かへんやんな、まあ、うちらって行かへんな、うん、でも居酒屋行ったら絶対頼むもん、うん、まあ、焼き鳥やろ、うん、焼き鳥に唐揚げ、うん、焼き鳥、唐揚げは絶対、卵とか卵焼きとか、まあべちゃなやつな、うん、ポテトは、ポテトは頼むときも頼まんときもある、ね、やっぱり人気は何やろな、まあ行く居酒屋にもいるけど、うん、でもやっぱり焼き鳥はベタかな、うんうん、盛り合わせみたいな、うん、意外とああいうとこ行かんと食わへんしな、焼き鳥って。ほんまに炭火で焼いてるとこは美味しいけど、そうそうそう、なんか冷凍のそのまま出すとことかあるやんか、まあ野菜とかな、そう、ほんまに焼き鳥の居酒屋に行けばな、うん、美味しいやつ食えるけど、そうそう、一回なんか行ったところでめっちゃなんかそうやな、ぼったくりみたいな居酒屋やったよな、うんうん、値段高くて、うん、だほんまに業数で売ってる冷凍の焼き鳥、うんうん、チン焼いて新車だけやろうみたいな、あれひどかったあとなんかじゃがいものメニューがあって覚えてる、覚えてる覚えてる、あれ写真撮ったのねなんかじゃがいも切ってチーズ乗っけてるだけで、そう、輪切りにこう切ってチーズ乗してるだけ、うん、でそれで800円ぐらいびっくりした、うん、自分で作れる、あそこはびっくり、
かそういう個室居酒屋みたいな、うん、とこやったそうそう、いいかなと思ったんだけど、うん、騙されたの、うん、とろろ焼きの黄身を崩す、うわー、うん、美味しそう、いいね、とろろどうやろ、とろろめんつゆで味付けたから美味しいと思うけど、うん、うん、うまい、美味しい、よかった、うん、創作料理やな、じゃあ、うん、ネットに載ってるでも家で絶対せえへん、普段、まあうちはせんけど、うん、トリキの人気メニューやんな、これ、そうそうそう、の卵って全然なんか食べきれへんかなと思ったけど食べきれそう、全部、うん、ご飯食べへんし、そうそう、今日ご飯ないから、あの子うまい、いいですね、だし巻きは絶対食べたいよな、まあ食うな、うん、まあ誰か頼むしな、そうやな、うん、うまっ、でも酒が飲まれへんからほんまに居酒屋行っても食べるだけやねそうそうそう一切飲まん、コーラばっか飲んでる、うん、うんうんうん、うん、おいしい、あっ、なんか鳥貴族をイメージして作ったやつだけど、ああまああの鳥貴族はよう言ってたん、いやなんか昔、うん、いやでも数えるぐらいしか行ったことないけど人生で何回ぐらい、3回ぐらい行ったことあるかな、まあ、友達がおった時昔な昔、うん、おった時代に友達に誘われたら行ったけど、居酒屋自体ほんまに行かへんから、なんか、うん、普段さ、うん、まあ、外食行くよりもさ、お寿司とかさ、ファミレスとか、うん、焼肉とかやからさ、うん、こう居酒屋メニューっていうのって無性にたまに食べたくなる、わかるわかる、あるよな、うん、それで作ったもん、そう、酒飲めへんけど、うん、居酒屋メニューは好きやねんな、そうそうそうめっちゃ食べるもんな、そう、味濃いやつな、うん、やっぱ酒飲む人は余計にな、お酒に合うもんね、こういうメニューは酒に合うって言うけど、うん、でも酒飲まん俺らでも居酒屋メニューは美味しい、お酒なんか二度と飲むことないしんどくなる、なんかほろ酔いの 3% アルコール度数 3% の、うん、薄いやつ、そう、ほろ酔い飲んでもなんかすごいしんどくなったことあっていや、それはあれかも、気分の問題かもしれんけど、体質じゃん、うん、 3% でしんどくない、自分の体に合ってないやろ、うん、アルコールは俺もさ、うん、しんどくなる、まあお金使わんでいいからいいから、うん、でもめっちゃ飲みたいわけ、飲みたいとかならへんもん、ね、飲めへんから、なれへんな、それ、うん、卵黄に、うん、つくねを卵黄につけて、この食べ方したことないね、うまいらしい、うわぁ、おー、つくね、つくね、卵黄つくね、うん、うん、おいしい、まろやか、あ、おいしい、ん、やっぱちゃう、違う、まろやか、うん、つけた方がいい、つけた方がいい、うん、じゃあつけよう、よいしょ、美味しい、美味しい、うん、うまい、うん、美味しい、つくねちゃいか、まず美味しい、うん、つくねうまいな、うん、なんか一番美味しいかも、今日作ったで、うまい、うん、なんか、うん、味も味付けも、うん、全部うまいな、焼き鳥美味しい、うまい、うん、全然足りてなかったなんか塩、塩味、塩コショウ振っただけやけどめっちゃ味濃くて美味しい、そう、塩いいよやっぱ、うん、大人になってから塩の良さが分かったの、そうそう、うん、やっぱ今は塩やな、断然、うん、あっさりしてていい、タレより何でも塩つけて食うわ、わかる、 YouTube の投稿、うん、してからもうそろそろ1年経つけどさ、どうやった1年、1年うん、早いよね、早かった、うん、なんか最初、うん、夫が、あ、僕はな、うん、うん、YouTube やるわって、あ、そうって感じだった、私は別に撮影映る気とかなかったから、うん、
まあ、頑張れみたいな感じやって、うん、まあ、今まで何回かやってたやんか。2回ぐらいやって全部途中でやめたりとかして挫折してやめてた。あ、また始めんねやん、頑張れみたいな感じやって、そうそうそう、でうち絶対そんな YouTube に移るとかも考えてなかったけど、嫌、うん、じゃなかった。いや最初嫌やったけど、うん、まあ別にええか誰も見えへんやろと思ったから間違いない、うん、出てくれたんや。そう、ありがとうな。いいよ YouTube みんな好きやもんな。ずっと見てるよね。見てる。でもなあ、あの見てくれる方は一人でもいる限り頑張ったらないな、いいと思う。見てくれてる方はありがたい、うん、確かにその通りね。こんなその辺におる夫婦のな、のんびり頑張りましょう、うんうん、エビラスト、うん、なくなった。これ衣もうまいね、おいしい。イエーイ、食べた、完食した。完食、うまかったな。美味しかった、美味しかった。なんか、うん、この残骸見て悲しい気持ちになる。あんだけ頑張って作っても一瞬で終わる。まあ、ね、でもよう食べれたな全部、うん、すごいね。ありがとう。いえいえ、うまかった、うん。どれが一番美味しかった？つくねかな。うちも。あんま、うん、うまかった。つくねうまかった。そんな期待してなかったんけど、まあ自分で作っときながら。めっちゃうまかったよ。全部うまかったけど。なんかうまかったよな、つくね。うん、つくねうまかった。別に何かしたわけじゃないの、うん。いや、また。またやりましょう。1年後ぐらいに。1年後。うん。半年。まあ、うちが食べたくなったら。オッケー。じゃあやりましょう。皆さんも、やってみてください。うん、おすすめやな。おすすめ。これでお酒飲める人はもっと楽しいんじゃないかな。な。じゃあ今日はこの辺で終わりましょうか。はい。じゃあ、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。